第40回青少年健全育成非行防止のための広報誌ポスター兵庫のぶの最優秀賞表彰式は7月22日宇部市役所で開かれました。各部門の最優秀賞を受賞した1団体と2人が篠崎啓司市長から賞状を受け取りました。最優秀賞は広報誌がマグラ地区ふれあい運動推進委員会、ポスターが上田紀乃さん、兵庫が長岡優アナさんです。広報誌の部で最優秀賞を2年連続受賞したマグラふれあいだよりを発行する小林勝恵会長は、11人の仲間が協力して地域の子どもは地域の大人が育てるのスローガンのもと、地域住民が子どもたちを見守り声をかける様子をありのままに伝えたと話しました。上田さんは違法薬物を使用して涙を流す女子中学生をポスターカラーで描き、快楽は一瞬、後悔は一生の文字を大きく浮かび上がらせました。すごい上手なんですよ。美術部。あ、そう。インパクトがあるのに、そんな色の使い方を、ね、してるの。いつも描いてるんですか？どんな絵が好き？長岡さんはインターネットでスリルを味わいたくて万引きしたと話す若者に衝撃を受けて、軽い気持ち、あなたがしたのは重い罪と表現しました。宇部市教育委員会などが募集し、地区ふれあい運動推進委員会が対象の広報誌の部は6団体、市内の小中学生が対象のポスターと標語の部にはそれぞれ46点、58点の応募がありました。